動画で映ってます。花火の準備をしてます。屋台の準備です。引き屋さんです。これは、船戸交差点は花火のため、大渋滞です。貸し切りバス。なくなっております。直進で進んでください。こちら交通規制のため関係車両以外左に曲がることはできません。まっすぐとお進みください。はい。戸田橋の花火のため通行規制でございました。ほとんど歩かない道路も今日は特別大渋滞です。花火渋滞が始まりました。6時26分です。続々会場に集まってます。隣の肉屋さんもバンバン売ってます。頑張ってます。52回オープニングセレモニーを開始まで、今しばらくお待ちくださいませ。セレモニーを始めてまいります。はじめに板橋区観光協会会長飯田和弘より皆様にご挨拶を申し上げます。こっち側とあっち側で話したいけど名前が違う。ご来場の皆様、板橋花火大会にようこそおいでくださいました。板橋区観光協会会長の飯田和弘でございます。板橋花火大会の開催にあたり一言ご挨拶を申し上げます。夏の風物詩として板橋区民のみならず区外からも大変多くのお客様に親しまれるようになりました。板橋花火大会も今年で第52回を迎えることになりました。今年も板橋区と板橋区環境協会の共催で実施いたします。さて今年の花火大会は昨年にも設置された5箇所の打ち上げ場所から超ワイドなスターマイク675発が夜空に描く壮大なオープニング。坂本武史板橋区長と飯田兼弘板橋区観光協会会長、そして板橋の観光キャラクターリンリンちゃんも点火式に加わって打ち上げがスタートします。区内屈指の人気スポット板橋をイメージした七色のアーチの上でなんとリンリンちゃんをかたどったのは松沢園芸、瀬田商事、 SB 食品、蒙古タンメン中本、青木メタル、実行産業開発、陶器運輸、高潤開発、セイコー、晴海商事、先島建設、虎屋ジム、以上の各社です。それでは打ち上げ開始のカウントダウンをスタートいたします。どうぞ皆様もご一緒にカウントダウンをお願いいたします。10秒ぐらいからにしろよ。20秒前です。
15秒前。100玉です。